聞こえてるかい天使たちの声がのギブの教えこの流儀この番組は BNI 滋賀西京都北の提供でお送りさせていただいておりますはい、えー、こんばんは BNI ディレクターの清久隆之ですさあ今日も始まりました FM オーツの看板番組ギブの流儀でございます 日曜日の夜に、あこの人も BNI で頑張ってるなら自分も明日から頑張ろうと思ってもらえるような BNI メンバーによる BNI メンバーのマインドセットのための番組です。この番組は BNI 滋賀西京都北の提供でお送りしております。はい、えー、ということでね、えー、今日も日曜日の夜ということで、えー、お疲れ様でございました。一週間、どんな一週間だったでしょうかということでね。あのー、 僕はですね、あの月曜日にですね、えー、BNI のね、イベントであの、メンバーズフォーラムっていうね、あのー、イベントがあるんですよね。まあ、メンバーが今、えー、っと、まあ、エリアで150人ぐらいですね、いらっしゃってですね、で、そのメンバー向けにですね、えー、まあ、なんていうかな、まあ、ほとんどがね、 BNI の関係の方々に来て、スピーカーとしてね、来ていただくんですけれども、今回はですね、少し思考を変えてですね、ちょっと外部講師をお招きさせてもらいましてね、チャット g p t とですね、生成 AI というね、あんまり皆さんどうですかね、なんか、聞き慣れた言葉なのか、 どうなのかわからないですけれどもあのー、僕はですね、えー、あんまり聞き慣れない、えー聞,まあ、聞いてるけど、うん、全然詳しくないというかねあのー、ことでねちょっとあのー、先生の話をすごく楽しみに興味深くね、あのー、聞いてましたまあ約30分ぐらいね講演いただいたんですけれどねまあなんていうかな すごいですね。もう今その、なんていうのか、もう進化がすごい。まあ、あれが、うん、AI っていうね、のが全部作ってるのかって思うような、うーん、レベルのね、その、これ、A、あの AI で僕が、うん、1日ぐらいで作った CM なんで、ちょっと見てくださいとか言ってね、こう CM をこう流されたんですけど、ほんまにこれテレビですぐ使えるやんみたいな、えー、ぐらいのね。 あのー、クオリティの CM をバンとこう見,せ見,せ見さされてねいやーすごいなとほんまにも何て言うかなパソコンを初めていじった時ね、あのー、思い出しましたね、まあ、これをこれからまあこんな時代になっていくんかと、あのー、これ覚えていかないとほんまに取り残されるやろなみたいな 衝撃っていうの、あのー、を,を受けましたね。はい。で、もっとびっくりしたのがですね、あのー、何人か、何人ぐらいいたの ?40 人ぐらいいたのかな参加者が40人ぐらいいたんですけど、40人の中でですね、ん、質問ある人、まあ、質疑応答の時間ちょっと作ってたんですけど、最後に。えー、質問ある人って言って質問したのがですね、 えー、ほぼ60代の人っていうね、<laughs> 俺より年上やみたいな、あの結構、ね、そういう人、ま、なんかこうかじってないと、そういう質問も出てこないと思うので、なんていうかな、その BNI ってやっぱり、うん、前向きな、あのー、人がね、えー、日々勉強している人が非常に多いんやなと思ってね、やっぱ環境が、うんうん、いいなというふうに改めて、ね、思わせてもらった、あそんな。 で,きることでございました、はい、チャット GPT とかね、えー、生成 AI とかね、えー、乗り遅れないようにね、僕もちょっと勉強していきたいなと思った次第でございます。はい。さあ、今日はですね、えー、そんな PNI のブルージャイアントチャプターからですね、今日はゲストで来ていただいてます。えー、出張パーソナルジムの鈴本さんに来ていただいてます。鈴本さん、こんにちは。 こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、出張のパーソナルジムということでね、あのまあどういうふうなおお仕事でね、えー、されてるのかっていう話をね今日は中心に聞いていきたいなというふうに思いますので、えー、よろしくお願いします。はい、一旦ジムです。FM オツ、新しいビジネスの獲得が可能になります。 チームの仲間があなたを推薦してくれます競合と競う必要がないビジネス環境ビジネススキルを学ぶ機会そして一生の人脈を得ることができます BNA 滋賀に西京と北で検索可愛い,いペットと一緒に花に囲まれて眠りたい野戸川の樹木草幸福寺媒花園はそんな望みを叶えます永久に改装せず土に還れる 花と木に囲まれたお墓ですまずは市が樹木草で検索平穏な日常生活の中で急な雨漏れやお風呂トイレの不便を感じたら「お父さん住宅修繕ですよ」「異常気象対応の大津建材センター077-537-3591」「077-537-3591」にお電話ください。 はい、えー、ギブの流儀です。この番組は BNI、滋賀西、京都、北の提供でお送りさせていただいております。はい、えー、改めまして、えー、今日はね、BNI、ブルージャイントチャプターの鈴本さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのーおー、目の前でですね、パーカー着ておられるんですけどね、えー、ベストボディジャパンって書いてあります。<laughs> <laughs> なんかいきなり目入ったそれ。ベストボディジャパン、なんか出たんですよね、大会。はい、出ました。うん、いつ、いつ、え、去年。去年出まして、一昨年も出てます。ね、はい。え、一昨年も出た。一昨年も、が初めて出まして、去年が一回だけ出まして。なるほど、なるほど。はい。うん。あれって誰でも出れるんですか、あの肉体美を。ね、あの、えっと、誰やったっけ、T. M. レボリュションの。西川さん。が出てる。あれですよね。あ、そうです、そうです。そうですね。はい。 いろんなところで地方大会みたいなのがあ,、ね、あ、そう,いう、いろんなところで地方大会あります。あるんですかね。はいはい。まあそんなあのベストボディジャパンにも出ている鈴本さんですけれども、ちょっと簡単に自己紹介をよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と出張パーサーのトレーナーをします鈴本と正之と申します。えー、自分はねもともとにパーサーのトレーナーの仕事を全くやってなくて、もともと工場勤務をしていたんですけども、私実は言うと。 約4年ほども,もしくは5年ほど前になるんですけどすごくメタボ体型でして<う>体重が9 8キロ最大ありまして。はいほ はい、多分その時代を知ってる方は、多分ん今、ね、知ってる方はほとんどいらっしゃらないと思うんですけど、はい、そこからちょっとね、あの僕、痩せようと思って、25キロ痩せたんですけども、25キロね、はい、その時ちょっとなんで、ね、痩せようかと思ったと言いますと、私ちょ、ちょうど嫌いな上司が、ね、ちょっといて,いてまして、はい、その上司ね絶対こいつ見返したろうというふうな思いで、はいはい、痩せて、25キロ痩せまして、はい、ほんで、その後にちょっと僕、パーサーのジムに通ってまして。パーソナルジムねほ<ん>で、はい その方からベストポリー出ないかというふうに言われましてそこからまたさらに減量をして今ではないですかちょっとね大会の出たとき6 0キロまで、はい、絞ることができましたすごいですね。ほんで今あーそのしパーソナルジムが仕事になっているとあそうですいうことですか。はい、はということはえ4年前まで は98キロ <laughs> 僕今9 2キロなんですけど僕と変わらないですねでも身長が多分記憶剤の方が多分高いと思うので俺170ですよ本当ですかほ、うんな変わらないですよい。だからこれよりもうちょっと超えてたっていう感じですよね <laughs> そうですねはいうんなるほどなるほど、はい、まあ結構なじゃあまあ僕自分で9 2キロあるんではい どんな食生活してるか分かるんでね、はい、あの多分そういう感じだったんでしょうねはい、うん、何でも食ってたんでしょう何でも食べてました、ね、特に食後はもうおやつは当たり前のように食べてましたそうですよね、はいうん、今は食べないああでもたまあ食後のおやつはないですけど、うん、たまにこうアーモンドをちょこっと食べるとか あ10粒テールとか食べたりしますけどあ<ー>まあそれがたまに基本は食べないですねはい、はい、アーモンドってあれでしょそのアーモンドだけでしょあだけですそ通のやつでしょあれもあれ全然大丈夫やってるうんですけど美味しくないっすよね本当ですか本当ですか <laughs> やっぱそこにほらチョコレート巻いてないと <laughs> まあ確かに、ね、アーモンドチョコレートやないとなんか <laughs>、はい、食った気がしない,いか確かに甘みがあって美味しいですもんねアーモンドチョコレートはやっぱり <laughs> 美味しいしやめられないですよね。そうです。僕もついでに食べてしまうときもありますし、はい。まあでもすごいですね。でもそのうんまず三十キロ痩せた。そうで二十五キロです、ね。二十五キロ。はい。おお、だからそれをがまずうん上司を見返してやりたいっていう、はい、そういうモチベーションで痩せたんですね。はなんかあったんですかこの。 この、このデブ野郎とか言われた。まあ、いろいろそういう、デブ野郎とか誹謗中傷結構言われたりしてたのに <laughs>、まあ。<laughs> もうこいつ見返したんねと思って。な、なんかやっぱり、ね、太ってる人って、まあ、デブでヒットくくり。されて、ますからね、あれ、はい。まあ,まあ、まあ、ね、まあ僕らも社内し、はい、ネタにしたりはしてるんですけど。はい。 あの太ったやつあの女太ったやつって言ってねこう思い出すときに、まあありますありますあ,あるよね、はい、そうそういうくくりにされてたん、はい、かムカつくと、はいうん、なるほどねでそれをこう見返すまあ、はい、今とかその上司にあったりするんですか多分ないですねもう多分おそらく僕と気づかれることはないと思いますそれぐらい。はい はい、へえ<ー>結構いろんな方にみんな誰っていうふうに言われます最初はあ<嘘>久しぶりにお会いする方は特に、まあ、ほんまに、はい、だいぶほな結構な、あのー、ずっと太ってる人だったんですね,そうです,ねそうですそうですもう、はい、ずっと太ってましたね、うん、だもう絶対太るの嫌でしょうそうですね, <laughs> ね僕なんかその痩せたまにこうダイエット成功した時にちょっと痩せたりして、はいまあ、その時にこう 成功したらなんか写真撮りたんですかりますわりますかりますわかりますわかりますプロフィール写真とか撮りたのやん撮りたい、ま、ねでその時に写真撮るやん、はい、でそのままそれをこうずっと使ってるとね「はい,、あのー、いや,やらい太ったな」って言われるんですけど「はい、いやいやもう人生でまあ大体太ってますよ」と「まま、はい、<laughs> まあまあまあ,まあ痩せてる時が一瞬なんですよ」って言ったりしてね言うてるんですけどね、はい、結構だからほな ずっっと太てて今やそうですねはいはいそうですで今パーソナルジムを出張でやってるそうです僕デンタルジムに貸してくださるジムさんに行ってそこでセッションしてるっていう感じですああなるほどそうですねまあ滋賀県にしてはキックドリームさんとかああキックドリームありますあと京都大阪にも何店舗か い,やだい,たい予約をして貸してくださるんで<ー>そこではい行ったりしますねああなるほどなるほど、はい、もう今ってオンラインはないのオンライン今やってますやってんねよ。やってますやってます<ー>オンラインは去年の1月から一応やってまして、うんはい、そこから今ちょいちょいとオンラインは増えてあいます、ねはい、だってあのー、コロナの時に、はい、結構やっぱパーソナルジムってすごい叩かれましたねましたもんねはい その時になんかこうすごい閉鎖になったジムとかあって、はいはい、でなんかオンラインにちょっと変わっていったりとかあそうですそうですそうです,そうです、うん、今もその名残があるんですか今はでも僕でもむしろ今その滋賀県以外の方とかそういう方が多いので、うん、基本他府県の方がいらっしゃるそういう意味ではオンラインはありがたいと思いますし、うんうん、逆に行くのも交通費もかかりますし効率、ねはい、はすごい。 いいんですけど効果が出んのかっていう<ー>ところはありますけどどうなんですか、まあ、効果は確かにいろいろこうありまして、うん、まあちょっとメンバーの奥さんがまあもうその方辞められたんですけども、まあ僕のまあセッションを受けていただいてまあ食事もご自身に結構徹底されて、うん、まあ最初武器にが切れなかった切れるようになったよっていうのを言ってましたね。あ,あそうなんや。はい。結構やっぱ効果出るんやね。そうですね。うーん いいつつもきついわっって言って言ってましたねそうなでもなんかオンライン、はい、もう向こうやったらょサボってしまいそうですけどね僕あまあそうですよね確かに <laughs> そういう方たくさんいますやっぱりいま,、ね、いますいます、はいはい、まあ気になる料金体系とかねこの CM の後に聞いてみたいと思います「一旦たん CM」です「FMO2」新しいビジネスの獲得が可能になります チームの仲間があなたを推薦してくれます競合と競う必要がないビジネス環境ビジネススキルを学ぶ機会そして一生の人脈を得ることができますそれ漫画にしましょうあなたの会社のサービスや商品を漫画にして楽しく分かりやすく宣伝しませんか ウェブ・チラシ・パンフレットに使え集客をお手伝いしますタンデムデザインで検索スイッチ入れたらパラダイス FM オーツミーマリコですおかげさまで2023年4月1日で開局5周年を迎えますこれを記念して要望の多かった番組枠を個人向けに特別割引価格で販売します あなたのご友人の声を FM オーツで流すチャンスです応援や時間は30分枠と15分枠です30分枠はなんと1回1万円からです自作番組を放送したい方がいらっしゃったら FM オーツをご紹介ください電波とインターネットでオーツと世界に番組を届ける FM オーツからのお知らせでした そうですね、あのー、どうなんですか、出張パーソナルジム、パーソナルジムってやっぱり、あのはい、僕も通ってたんですよね、はいで、ちょっとやっぱり高いじゃないですか、まあ、普通のジムで行ってやるよりも、はい、あのちょっと高いじゃないですか、はい、ど,どれぐらいなんですか、鈴本さんのとこは僕のところはちょっと高いかどうか、ちょっとなんとも言えないんですけども。うん 僕、3コースに分かれてまして、うん、リアルの場合ですけど、まず、通路と8回と16回で分かれてまして、うんえー、8回と16回とあと1回切りの人、1>, 1回切り、その通路払い、ああ、通路払いね、1回行ったらいくらみたいな、あそうです、いらっしゃいました通路払いの方が今、1万3200円,円、税込みで、はいはい、それで何時間

これで大体1万円ぐらいもな、8回やしな、でもそんなもんやそうあ平均的というかちょっと安いぐらいかもしれないですね、そうですね僕行ったらもうちょっと、られもう1時間で結構、取られてましたよ、場所にもよりますね、ライズアップも行きましたしね、僕、結構いろんな。 結構ダイエットとかこう筋トレにめっちゃ金使ってんちゃうかなっていう感じなんですよね、僕も。結構、<laughs> 詳しいなってきましたけど、はいあのー、けどね、やっぱね、あのー、僕みたいなね、うんまあでもね <laughs>、僕みたいなっていうかね、まあ、そもそもやっぱ太ってる人ってあの生活習慣がなってないとか、はいまあ、まあ、言ったらグーダラでそうなってると思ってるんですよね。まあまあはい だからそのーパーソナルジムとかの方が絶対いいですよね。そうですね。うん、はい。あのー、アポイント取ってたら、はい。やっぱ行ってまうもんな。そうですね。うん <coughs>。やっぱ約束があると行くんですよ。はい、で、はい、で例えば自分がその月末行くとか決めてても、はい、なんか予定とか入ったらやっぱそっち優先しまうし。はい。 でもパーソナルってそれがないから、はい絶対い,いっすよねそうですね、うん、やっぱ変化が見えるんで、やっぱ来た時とこの人、あ痩せたら、あちょっとこの人、太ったんじゃねえって、やっぱあり、ますねやっぱりそれはど,ど、はい。どんなことやるんですか、その、えっと、パーソナルジムとか知らない人もいらっしゃると思うんですけど、まあ、なんかこう、ごりごりの筋トレやらされるのちゃうのとか、はいろいろこう、あのー、 想像できないこともあろうかなと思うんですけどそうですねやることって言いますよね大体まず、うん、まあ皆さんが思って多分ゴリゴリ筋トレっていうのは多分そこはまあ多少入ってますねやっぱりまあありますけどやっぱそれやっぱねそうできる負荷っていうやっぱありますよね、うん、そこはやっぱ見極めないといけないそこは見極めて、うん、はい治療の方をしますし、うん、であとはね自分としては食事治療とかもこうしたりもしますし食事指導かはいもうやります 詳しく食事資料してほしいって方がいらっしゃいましたら、うん、栄養士の方は僕つながっているんで<ー>そういう方にちょっとご紹介をするって形もできますしなるほどね、はいまあ、食事のやっぱり勉強も結構されたりしたんですねそうですねはい結構やっぱり食事が大きいですもんねやっぱり食事八割で決まるのでやっぱりですよねはい、はい だからライズアップとか言っててもやっぱり徹底的なこう糖質制限というかそそううでですねあそこは糖質制限もどっちかというとそれだけっていう感じでしたもんねだから、それはなんぼやっても食ってたらまあ一緒というか、まあ、下手したらこうやった分食ったんねみたいな。 メンタル <laughs> そういう方結構いらっしゃるんですよああ。いや,や僕そう、はい、僕そうですよ。<laughs> 本当ですか。<laughs> まあこれぐらい消費したし大丈夫かみたいな自分で納得させて食ってますからね。<laughs> はいはい、だからどんどん太っていくっていうね。<laughs> そんな感じなんですけど、まあそれをやっぱり防ぐために食事制限も食事制限というかこう食事管理、はいうん、もう必要ですよね。そうですね。うん、な何やったらなんかあのえっと報告をさせ てるんですかそのラインとかでそういう方もいらっしゃいます報告で写真で撮っていただいてあとはその食べたその量を教えてくださいと僕は言ってますねはいはい、はい、なるほどね、はい、それ自分でも一応カロリー計算の方をして、うん、ちょっと食べ過ぎちゃいますとかあそういうの言います言います僕もよう怒られてましたねだから嘘ついてましたもん <laughs> でもやっぱ多いです嘘つき方多いです多いですバレるんですよその体重でわかりますますよこれちちゃゃうでしょもっとちゃんとん 何か食ったでしょとか言って、はい、もうケーキとか食っても怒らないかったんでね僕 <laughs> <laughs> かりますそれはんか微妙なあれでわかるみたいで結構突っ込まれてましたよねだから夜はもうほ痩せてるときやっぱり刺身以外食ってないっていうかああはい、うん、なんか 三食は絶対食べろとか水は2リッター飲めとかああ、はい、なんかそんな感じそれはまあ,まあ水は、はい、2リッターは飲んでいただきたいですしそうなん運動はどんなことするんですか運動は僕は全身をやったり基本全身で回したりするんすし、うん、あとはそのお客様のニーズにあって例えば今日は下半身してほしいねとか上半身してほしいねって言ったらその提案をメニューで僕は。はいああ、はい 提案してやってますね。お客様に。はい。だって、ほら、レンタルのオフィスやったら。はい。ないやん、器具。器具あるとこ、器具やってるとこ。あ、そうですね。器具あるとこでやってます。はい。そっか、そっか。ある程度、その。ベンチも。あ、できます。できるし。できます。できます。ベンチもできます。はい。うん。なんか、こう。僕みたいな。はい。ぐうたらなやつ。に。 なんかアドバイスないっすか、はい、もうこれだけやれみたいなこれをもう毎日15回やったら痩せるぞみたいな,ないのそうです、ねまあ、難しいですけど運動面で言うとやっぱりこう足のトレーニングをするとやっぱ一番こう<ー>効果があるあ<ー>よくよくね腹筋をやればおんかお腹引っ込むやんっていうふうによくなんか言われると思うんですけど、はいはい、腹筋って一番ぶっちゃけてるけど一番結構筋肉の体積が少ないんですよね少ないよねそうやっ もうスクワットとかと足回りの筋,筋トレをひたすらひたすらや,る <laughs> やったほうがいいですねその回数じゃなくてあとこう重さを持ったりとか重さを持つはいそこが大事ですね重さを持つとなったらやっぱりどっか行かなあかんよな家にないもんなそうですね海くん抱いてやるぐらい海くんで俺の孫なんでけどちょっと海くんもまだ7 8キロしかない <laughs> <laughs> だんだんと重さを持っていってやったほうがやっぱ効果はありますし <laughs> <ー>はい

ももも裏とかあとまあ背中にも入りますしだからでかい筋肉を取れずまあ鍛えていくというかそうですねそうですそうですう <ん S 2> はいどうですか今その鈴本さん自身はキープできてるんですか僕自身は体重はそこ今はちょっと増やしてるのでちょっとあれなんですけどもまあ重量を持ち上げる自分自身のその何でしょう取り扱い重量は増えてはいますね あその最初の頃よりこう明らかに増えてますし、うん、去年と今に比べても明らかにちょっとね、はい、だってあれっすもんねパーソナルジムのトレーナーとか絶対太れへんもんなあれも結構ねガタよい医者いらっしゃいますよそ<う>トレーナーでも、はい、僕みたいなのいるああもうそこ筋力がガッてついてる方 <laughs> いらっしゃいますけど <laughs> うまいこと言うな <laughs> いやいやいやあの絶対だから <laughs>、あのー、憧れんもんな だからパーソナルジムのトレーナーとかやったらほら、はい、こう無理やりにでも太れへんからさ、はい、なんかそれで節制できとちゃうかなとかさ、はい、勝手に思ったりするんですよねははい、はい、うん、あでも増量する時っでみんな結構太,太,るより太ってるように見えません、ね、増量期でとあるてまああなるほど 太って筋肉つけてみたいな感じなんですね。太って筋肉つけて、またこう、大会出るためにみんなこう、減量するっていう感じされてますね、うんうん。そうやね。だ、はい、だって。ある程度食べないと。はい、よ、よりこう、ついてきませんもんね。そ<う>はパワーつかないですやっぱ、こう、減量ばっかりする、やっぱ、パワー、どうしても落ちるので。うん、持てる自由も持てなくなるので。それが、もう、やっぱ、つきものですね。うん、そうですよね。はい、うん。で、まあ、多分筋トレとかや。 言ってたらですね絶対言われる言葉があるじゃないですかどこ目指してんのっていうああ<ー> <laughs> どういう切り返しの言葉を持ってるんですかどこ目指してんのって言われたあ僕の場合はもう大会を目指しますと、ねはい、ベストボディジャパンを目指してる、はいるということねいい切り返しの言葉はお前みたいになりたくないっていうのが一番いいらしいんそうなんです。ね <laughs> <laughs> まああのー、絶対言われますもんね、ね<え>ね筋肉を鍛えてるとね、でもいいですよね、なんかこう、大会出たらこう、かっこいいじゃないですか、そうですね、うん、結構、むでてますし、ね、やっぱこうステージってなかなかね、普段立つところのステージないので、なんかないんですか、その制限というか、その、うん、まあ、ボディーやから、はい。 仕上がり具合えだから応募したら誰でも出れるってことあ出れますあ。出れんや。誰でも出れます。出て、はい、例えばめっちゃもうデブのまま出 <laughs> る人もいるんですかはい,、はい、あいらっしゃいました。あいるんや。今知りました。<ー>どこの大会からやるずボディじゃねえやんっていう人もいるんですかいますいます。あそうなんや。全然いいらっしゃいますそれはただ 入賞できないだけっていうかそうですねやっぱこう記念で出られる方も記念で出る特に初出場の方とかそうですねあそうなんややっぱりそういう方いらっしゃいますねでもある程度出たら絞ってきたよなそうですねはい記念で出る人もいるんや結構いろんな方いらっしゃいますねええこれなんか出てみたいけどなそんなん結構好きな部類なんでねぜひぜひ3 0キロぐらい繋がんしちょっと厳しいな9月あたりで出てはどうですか9月あたりでないまあまああれやな 半年ぐらいで、そんなぐらいいけるわけですか。や、頑張れば、てかもう、そこは。それぐらいでいったんですか。いや、僕はでも、まだ、その時は。僕でも、そこまで、落ち幅、はそこまでなかったんで。十、ね、ちょいやったんで。三ヶ月ほど、でも、それもしんどいですか。か三ヶ月中は。ええ、そりゃそうですね。はい、かなりしんどいな。はい。はい、まあ、そんな感じでね、あのー、喋ってたら、もう、時間になってしまいましてね。 BNI の話全然しなかったんで <laughs> はい相撲さん。はい来週もちょっと来ていただいても大丈夫ですかあ大丈夫ですはいじゃあ来週またね、えー、次は BNI の、ね、話をちょっとしていきたいなと思いますんで来週もよろしくお願いします,ますはいさあいかがだったでしょうかギブの流儀今週はお疲れさまでした来週もギブアスケイの精神で頑張りましょうではおやすみなさい